ラジオお笑い地産地消バラエティガンバ魂2019年8月17日放送の収録 YouTube です。チャンネル登録よろしくお願いします。深夜3時を回りました。宮城から元気を発信お笑い地産地消バラエティガンバ魂の時間、塾長のワキワキワッキーワッキー影山です。裏番長の佐藤君高です。マネージャーの半田です。さて今週は不定期企画 MVP を除いての再対決、裏 MVP を決めるリベンジ企画ということで、急にやるんですね。まあお盆も、はい、まあ、超えたんですかね、はい、まあとにかくざわざわしております。で今年は若干夏休みも短いという学校も多いみたいで、今バタバタしてます。はい、はい、そんな中なんでね、はい、まあちょっとお休みも取りながらですね、過去の作品、はい、名作掘って掘って、まあこれ一回やったらですね、あれこれ MVP 取ってなかったのみたいな感じでね。確かに俺はね早々にやろうと思ったんですけど、はい、まあ早々にやる企画でもないんでね、まあまあ、まあ、3ヶ月に1回ぐらいできればなって思うんですけどもね。さてどうなるのか、はい、どうなるんだろうね。まあその前にですね、メッセージいただいてますんでご紹介しましょう。青幕山達さん、うん、先月のガンバペ魂に一言ネタ大賞に選んでいただきありがとうございました。はい、おめでとう。景品も正直こんなに早く届くと思ってなかったので驚いてました。そんな驚きも、これで初メール MVP 一言ネタと3巻取れました。お今度はゲスト賞を目指そうかな。今後ともよろしくお願いいたしますと、ね、あとあの裏 MVP もあります。そうですね、ま、そうなかなかフルコンプさせないよみたいな、そんなシステムでございます。はい、はい、まあ、時間もないんで早々いきますけど、まあ、おめでとうございますね。まずね、おめでとうございます。はい、さあ、今週の裏 MVP にもですね、なんと番組のオリジナルバッジをプレゼントしますんで、よろしくお願いします。さあ、プレゼントはワッキーさんお母様経営の仙台立町にある居酒屋わびすけの食事券、サンドイッチマンの CM でもおなじみの焼肉冷麺山中屋さんからお食事券、松倉さんからママも喜ぶパパ好みのいずれかね、入ってますからね、よろしくお願いします。はい、そしてフォーラス6階マルチスペースラクーのフリータイムチケットを本日紹介される過去に、本日紹介された方と過去に送ってくれた皆様にもプレゼントしちゃいますと。本日紹介される過去に送ってくれた皆さん。なるほど、ちょっと日本語が、はい、すみません、ね、フライブピーですね。はい、まあ、もちろん今月にメールでねネタをいただき、さらに住所氏名連絡先を書いてる方にもね、一人一枚プレゼントするっていう流れでございます、ね。はい、ちょっと回りくどかったですかね。はい、まあ、発送にね多少お時間いただいてますんで、まあ、このようにプレゼントもありますんで、住所氏名必ずよろしくお願いいたします。さあ、それでは不定期企画 MVP を除いての再対決、裏 MVP を決めるリベンジ企画スタートです。はい、今週もねこのモンモンを言った方がいいですね。はい、新たな出題のお題は後ほどお出ししますんでね、はい、ぜひ挑戦してみてください。リスナーの出そう当たり戦です。重さければ取ったんだから、本日は裏 MVP が選ばれるというね、はい、裏だったり選ばれるんですけどね。さあ、どっから振り返る感じですか。4月の27日からですね、7月いっぱいまでの MVP を除いた皆さんでね、はい、要はまあ2位だったり3位だったり、そうです、ね、特別枠だったり、はい、これはどうしてもね覚えてるわとか、そういうのが、ね、ありますので、いつもよりも台本がね分厚いんです。厚みを感じますね。厚み感じますけどね。さあ、それでは参りましょう。4月の27日放送です。カレンダーを見てなんだこれ、妻が書いていた4月27日の予定とは。ありましたね、はい、参りましょう。山形県尾花沢市、世界のストレートさん、我が家から FA 宣言。これですか。はいはいはい。神奈川県川崎市、永遠のヤギ山魂さん、ピンときたので出頭する。ピンときたんですかね。何なんですかね、奥さんが、はい、多分旦那さんにピンときたんですね。それまた当時はそこまで突っ込んでなかったと思いますけどね。はい、大里町夢見の国の夢太郎さん、消えそうな字でダイエット。これやんないやつだな。そうですね、はい、何回も消えそうな字で書いちゃうな。ハンナが言うんだから間違いない。ね、何回も失敗してるもんね。もうすごい挫折を繰り返して、今日はリベンジ企画ですか。そうですね、はい、青森市終電まんじゅさん、冷めたフライドポテト流し込む回、18時ゼビオアリーナ仙台。あ、どんなイベント。何ですかこういう予定。これね、
あのこれ4月のお題でしょ、はい、8月とか入ってくると夏祭りシーズンだって、うん、フライドポテト結構出すのよ。そう、はいはいはい、この間ね、はい、7月だから雨が続いたから売れてなくて、はい、ずいぶん余ってたから、はい、多分これじゃないですか流し込む回なの。そう、流し込む回やってると思います。なるほど。時期もやっぱこう時期がねずれるとね、はい、またちょっとあの、はい、感じ方も違うっていうのも面白いですね。面白いですね。はい、さあ参りましょう。5月の1週目でございますね。はい、令和って面白さん文字作文を作ってください。そうか、もう令和に年号が変わった ね、 っね、5月あっという間でございますね。はい、行きましょう。青葉区とんかつ屋店主さん、令和の令、レンガと岩、令和の岩、岩で令和の和、私は襲われました。事件、事件、ね、今若干私 の、 あのバタバタしてる事件。はい、参りましょう。続いては京都市すりみさん、令和の令、冷凍のイ、イカは、わけっこしよパピコみたいな。さーっといけるもん ね、 ね、 なんかね。すっと、いやこれもまあやっぱ夏祭りで屋台で、はい、イカ焼きしてるから別に実行できる季節に移ったんです ね、 そうですね。はいはい、やってた、書いてた、冷凍イカ。はい、名古屋市カニクリームコロスケさん、令和の令、レモン汁をイ、イボ汁にかけるとは、忘れていた記憶が蘇る。なんだ、衝撃がね、痛いという記憶ですかね。何の記憶かわかんないですけど、何をしてるんだろう。、ね、はい、さあ、で今リベンジ MVP ですから、はい、この週にまた別の MVP があったってことですよね。そうですよ、逆になんか今紹介すると MVP じゃないかもしれないです。確かに。ああ、さあ、5月の2週目でございます。新紙幣に関する都市伝説を教えてください。出ましたね、ニュースが、はい、ね、今年の秋ぐらい出るかと思ったら、はい、2、3年後先です。はい、行きましょう。新紙幣に関する都市伝説を教えてください。山口県岩国市ドミンゲさん、こっそり隅に諭吉が隠れてる。覗いてる感じでね。ゆきちさんいいですけどね、まあ、隠れていてもね、ぜひね、うん、お願いして。ゆきちが、ね、毎回毎回なんか隠れてるといいですよね。毎回、うん、なんかこう昔の、そうそうそう、あの伊藤博文さんが、あ、なるほど、大体、ね、またいろんな人がね、はいはい、ニトビーナゾーさん。ちょっとメガネ外した姿。メガネ外した姿。和久屋町ジョンキャーボーイさん、新しい千円札を17枚集めると1万4000円に変わる。あれ計算違う。不思議ですね。手数料3000円引かれてる。都市伝説じゃあ都市伝説でも3000円。青森市終電まんじさん、まず縦に2つに折り、はい、さらに横に2つに折って、うん、その後指を入れて山みたいな形にしたら、うん、下の方をいい感じに折ったりなんかして、ああもうわからないけどなんかの形になっから、それがあれだから、やばいやつ、なんかやばいやつになるから、あー怖い怖い。おばちゃんの都市伝説だ。いい感じに折ったりなんかしてる。すごいわ、もう下手くそだな、途中から。途中からめんどくせえなってな、ね、あ、なんかやばいやつ、ね、なんだやばいやつ、なんか、あー怖い、うん、めんどくせえ、めんどくせえ。はい、5月の3週目いきましょう。彼女の家で飼っているインコはこんなことを喋った、なんて言った。あったね。青葉区ミスターわらすこさん、ねえ課長、もう帰るの。やばいな、これは、この影が、これ家政婦さんがこれインコみたいな。聞いちゃった。茨城県上層市ソフトタチオさん、目だ、目を狙え、目だ、目を狙え。なんでこれ言っちゃったの。なんだろうね、これね。藤岡弘さん勝ってるね、ちょっと戦ってる人ね、武井壮さんとか。あ、 ありそうだよね。あと、あと誰だろう、ミスターサスケの山田勝美さん。静岡県浜松市オメガさん、はじめまして父です。インコが、はじめまして父です、はじめまして父です。面白いね、この例だったらね、なんかもう夏休み中に覚えさせられそうですね。確かに。あと2日3日って多いですけどね。さあ、5月4週目です。
こいつ大丈夫か、ガンタマ SP がやりがちなこととは。あったね、はい。広島市アホトキシンさん、フリー Wi-Fi を見つけて大はしゃぎ。月末だったんでしょ、月末やった、通信制限してたんですね。フリー Wi-Fi やったっつって、ね、これ MVP 撮ってないですね。ないんですよ、恐ろしいね。大丈夫かと思うもんね。やったあったよこれ、守ってくれんのかって。そうですね、そんなやつが、まあ、そういうアプリダウンロードいろいろと武器のアプリとか、高城市野菜大好きさん、ビーチサンダルでいい。確かにね、若干音もキュッキュッキュッなってるんですよ。弱そう。さあ続いてみましょう。6月の1週目でございますね。悪役プロレスラーガンタマデストロイヤー、ついつい優しさが出てしまう、それは何。これも盛り上がったですよね。ありましたね、はい、村田町涼智子さん、極悪卑劣な技に入る前に血圧高い方お気をつけくださいと声をかけてくる。そんなテンション上がるとね、血圧上がりますか。素敵ですね。極悪卑劣な技ってどういう技なんですか。品性下劣ってありましたけどね、笑福亭鶴子さんのオーラニッポンってね、品性下劣ステッカーってありましたね。福島県相馬市島ちゃんさん、噛みつき攻撃の時は甘噛みしてこれ飼ってる猫とかさ、犬じゃねえかわいいな。手加減してくれてガンタマでそうや、かわいいな、かわいい、好きだなこの SE。 札幌市しげれんさん、ラリアットの時は腕枕のように優しい。ほらほらほら、おい、腕枕って言うんだよね、ラリアットね。いやそうか、はい。神奈川県藤沢市よっきゅんさん、毒斬りがマイナスイオン。癒されるな。浴びてたい。熱物質とかじゃない。いやでもさ、やっぱさ、マイナスイオンじゃないの。ちょっと面白いね。いやこの間の古川祭りでね、はい、あの伝説のリンガーの田中ケロさんが戦場でケロちゃんがやってましたんで、はい、もう全部ねこのなんか攻撃見せたいですね。見せたい、はい。6月の第2週目でございます。世界一卓球のセンスがない人にやらせたらこんなことが起きた。どんなこと。山形市ビーストキューさん、お気に入り動画としてジャスティン・ビーバーがツイートした。ペンパイナッポアみたいなスマッシュとか、ね、ね、バズっちゃいますね。バズっちゃいますかね。今でもバズりますから、どうですかね。そうなんだ。茨城県上総市ソフト立ち尾さん、チョレイをやったら背骨が粉砕骨折。粉砕骨折した、砕け散った。チョレイバキバキバキ。今落としましたね。チョレイでやっちゃったんだ。そうそうね、いるよね、ふざけたね、そうね、粉砕骨折の人いる。粉砕骨折はないかもしれないけどね、はい。6月の3週目でございます。あれ、もしかしてこの人詩人かも。そう思った理由とは。ポエマーね、はい。村田町涼智子さん、ベレー帽がめちゃくちゃ似合う。偏見がすごい。すごいね。静岡県浜松市オメガさん、土手で口笛を吹きながら寝ている。どんなんだろう、みんな会ったことないからこうなるのかな。童話の世界に、ね、絵になりそうな感じですよね。そう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 、いいね。宮城野区関心タイヤさん、迷子のお知らせをいたします。5月の空を全て集めたような青い服を着たあどけない少年が母のぬくもりを求めています。詩人だわ。詩人だわ。詩人ですね、このアナウンサー、このアナウンサー詩人だわ。ねえ、5月の空を全て集めた青い服を着た。そんな言い方、青い服でいいじゃんね。これも撮ってないんですか、MVP。ねえ、何してたんでしょうね。何してたんでしょうね。過去の塾長にも戒めですよ。申し訳ない。はい、さあ、6月の第4週目でございます。え、そんなことまで。魔性の女はこんなことまでする。どんなこと。あったね、はい。山形県中山町サウサンさん、コラーゲンを吸い取るのがうまい。ちょっとコラーゲンないのかしら。
よくあるよね、軟骨とかで。そうですよね、軟骨も何も残ってない、豚足が目の前にある。きついよね、あんなのコラーゲン、ね、いっぱい取んなきゃですね。いっぱい取るんですね。はい、アーバック忠義和さん、どこで覚えたかガチョーンをパクったマショーンというギャグを突然かまして、その風貌とのギャップでイチコロにさせた。マショーン。いいですね、谷圭さんね。はい、高城市野菜大好きさん、毎日茶碗によそらず炊飯器のままでご飯を食べる。なんでマショーンなんですか。なりますね。どういう意味なのかってこれ思ったんだけど、 そうっすよね、やっぱりこう魔法瓶とかあるから、はい、象印のやっぱあれなんじゃないですか。高いままで炊飯器。そっち、うん、だから魔性を魔法にして象印って言って、あの炊飯器のままで。多分野菜さんはそうだと思うんだよね。結構いろんなイベントが来てもらえるんだよ、なんとなく。そこまで考えないとね、我々は選んじゃいけないんですもん。申し訳ございません。さあ、6月5週目です。お前に娘をやれんと思わず言ってしまった娘の彼氏の特徴とは。これ盛り上がりましたね。はい、札幌市しけでんさん、息子さんもくださいと言ってきた。これ好きだな。好きだな、これいいな。まあまあまあ時代ですかね。鳥取県米子市グレート大牟田さん、出身地をアースという。やれない、好きだな。どこですか出身は。アース神奈川県横浜市虎抜きサムさん、自称おっぱいソムリエ。絶対言わないよ、やれない、絶対言う、むすめやれないよ。おっぱいそぼりにしてんだもん、自分の娘以外の。絶対無理。お父さん、匂い嗅いで、名刺もらって自称おっぱいそぼり。どんな、具体的にどんなお仕事してるんですか。気になってる。すごいっすね。自称っすからね。誰も認めてくれてない。だからね、本当に。いや、さあ、7月の1週目でございますね。あれ、七夕って今日だよね。宮城県民に分からせる荒技とは。あ、これ7月7日でしたからね。はい、名古屋市テキーラさや公認ネーム、テキーラ翔さん、そこら辺の道を飾りの頭の丸っこいのが転がり続けて。言い方丸っこいのが。いやー、ボンボリそこら辺にボンボリで来るの。言い方が雑ですね。車を避けなきゃいけない。なんだっけ、あー、ただ音だって。雑だな。石巻市基地服1160kHz ゴミナさん、自分以外の人の袖が地面につくほど長い。これもうあれですね、錦の秋田さんみたいな吹き回しとくで。神奈川県横浜市虎抜きサムさん、一列に整列させた宮城県民と一人ずつミルキーウェイとハイタッチして。いや、すげーパーリピーブですね。7月2週目です。加賀城ビアサミコ、飲み会会場で伝説に何をした。まあ、この方たちは来なかったです。来なかったか。それもちょっと報告できるんですよね。はい、山口県岩国市ドミンゲスさん、3回連続で中ジョッキの取っ手が取れた。これね、これね、実際言われたの。ピアサミって言った時にラジオ聞いて、中ジョッキの取っ手が取れた3回、はい、これめちゃめちゃ笑ったの。おー、よかった。気にする。そう言われた、3回連続、あれすげえ笑ったっていうね。今日聞いてるんですね、MVP じゃなかったもんね。あー、面白い、確かに。よかったもんね。伝説に、怒るけど伝説にしてもらえばいいよね。はい、角田しきくんさん、突然、スナックサミコを開店した。大里町うなぎですわさん、多賀城ビアサミコが席を移動するたびにやたらと座席が陥没するため、それをみんなが多賀城跡地と呼ぶようになった。歴史の勉強になりましたね。いやすごいな。確かに伝説だね。伝説になりましたね。7月3週目です。
今年のバナナボートの使い方はいつもと違う。どんなん？青枠ミスターわらすこさん。仙台駅屋上にある駅名看板の仙の字の人弁にすり替えて誰が最初に気づくか観察。いやすごい、すごい発想。茨城県常総市ソフト達夫さん。大林素子のガラケーおるぜこれ。でかいです。でもね、あのこれ7月2週目ですよね、はい。現在でもクレーム来てないんで大丈夫です。ああ、よかったよかった。そういうのも確認できるね、こうタイムラグ。お笑い好きだから大丈夫です。あ、そうか、7月4週目です。スイカ割りに新ルールを加えてさらに楽しくしてください。多賀城市エクスプロイダーさん。 BGM がデスメタル。スイカ割れ、割れ激しそう。割らなきゃ割れ、割らなきゃ割れ。内容薄歌詞の内容薄。でもそんなに歌詞聞こえるのか。石巻市シャナナレインボーさん。公式球は尾花沢スイカ。いいね、追いついてきたね。この時期でも回ってっからね。そうですね、はい。富谷市五寸田釘雄さん。ブラジャーで目隠し。あったー。これもいいなって言ってたんだよな、ね、はい、ました。さあ、ということで、キミッペ担当はですね、4月の最終週から7月いっぱいまでということで、まずでもこの中で選ぶじゃないもんね。そうですね、この後ヒトコンネタもやって、さらに歌ネタ、音ネタの方もやって、その中から一つ選ぶんでしょ。うわ、通常の回より難しいじゃないですか。難しい。誰考えたのこの企画。あなたです。あ、はい、ということでやってみたいと思った方はですね、新たなお題が出題されておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、8月24日放送予定、締め切りは本日日曜日中です。1つ目、ノーミュージックノーライフ、ノーを残してこれ以上になるほど的なキャッチコピーを考えてください。2つ目、ズバリどうだった今年の夏を歌ってください。一言ネタは私だけ、こうなったらグーの音も出んわ。どんなん？お題はアメブロ公式ブログでもチェックできます。メールはgera@1260.jp gera@1260.jp にて必ず住所、氏名、連絡先を明記ください。ツイッターからも参加してみてください。ハッシュタグはガンバッペ魂またはガンタマで。マネージャーになってからお腹すいたのジングルを流してもらっています。逆に自分の胃袋を満たした時って最近いつだろうと振り返ると、カフェを2軒回り、レストランを2軒回り、果物ジュースで胃を休めたら最後にスイーツで締めるという日でした。確か総額8000円くらいだったような。調べてみたところ、1ヶ月の平均の女性の食費はだいたい2万円から3万円だそう。ハンナのペースだと4日で超えてしまいます。ナイスバディへの道はまだまだ遠そうです。遠すぎて何も言えねえの。何も出ない。うまい、うまい。それを払ってくれるね、はい、あの足長おじさん見つけてるって言ってたよね。太客がいるんですよね。いないいない、メディチケ、メディチケ、違います、違います、違います、自分でルネサンス期のメディチケ、違います。さあ、ということでね、今週はですね、リベンジ MVP ということで、もうね、キミッペ担当のところで、はい、もう選べないじゃん。いや、盛りだくさん。もうあと音ずっと流しますか。何ですか、音ずっと流すリクエスト番組。あ、ダメです、大喜利番組です。さあ、このコーナーはですね、ハンナ担当ということで、はい、一言ネタ、こっちの方はやっぱりこう MVP 取れませんからね。そうですよね、あの月間でやりますからね。はい、その中でも漏れた皆さんのね、はい、ご紹介するということで、はい、行きましょう。まずは4月の一言ネタでございますね。はい、こんなことにまで平成最後っていうか、平成最後のほにゃららで答えてください。あ、令和前、そうか、もうこのタイミングでよかった ね。なんか年末だったらね、ああそうだみたいになっちゃった。はい、では参りましょう。大里町うなぎんです、ワンさん。平成最後の一生の願い。あー、あー、あー、これもちょっと言いますけどね。ね、一生のお願いって何回も何回も言いますかね。涌谷町上京ボーイさん。平成最後の
冷やし中華始めました。いやそうでしょうね。ただ平成が4月の末まででしたからね、ちょっと早いんじゃないですかね、宮城でね、冷やし中華始めるにはね、はい、宮城の区の5つの青い風船さん、平成最後の乙姫。いいよ。だからね。4月の30日、ああ乙姫。言わなくていい。ね、皆さん多分平成最後でね、トイレ入ったと思います。入ってます。広島市のアホトキシンさん。平成最後の深夜トランペットでチャルベラの音色を吹きながらチャリで近所を走り回る遊び。やめろだからさ。いやこれ本当にひどい迷惑です。ね。さあ、こんなことにまで平成最後っていうか、平成最後の〇〇で答えてください。名古屋市のカニクリームコロスケさん。平成最後のデリケートゾーンの解明。いやいやいや結局トイレでなんとかしよう。さあ、5月の一言ネタですがね、はい、お前とおったらおもろいわ、うい、ね、私だけどこで誰といたら面白いということね、うん、はい、富谷市の五寸田邦夫さん。血色の悪い友達と遊園地のお化け。意地悪だな、なんか、ね、こいつね、通常なんですよ、これ。やだ。角田市のキックン。懐かない動物とムツゴロウ。これ見たい。だいな。でも、あんまあったね。結構強引に行く感じですね。そうそう、本当に動物が選んだのムツさん。確かに。ね、はい。三里町ホームランブービーさん。レンタル DVD の成人コーナーで教育について熱弁する金八先生。これモノマネの堀さんとかが絶対言わない金八先生なんですよ。ああ、そう。俺加藤見ろ。この後は自主規制で言います。青葉区の山達さん。トランプ大統領がホワイトハウスじゃなくてミキハウスにいたら。これも覚えてる。やりましたね。これも覚えてるわ。はあ、さあ、お前とおったらおもろいわ、私だけどこで誰といたら面白い。多賀城市のエクスプロイダーさん。ラップバトル会場で天竜源一郎。分かんないわ。ポエポエポエ。戦えない。香川県小津郡道家さん。プリクラを篠山紀信と撮る。これ篠山紀信さんに撮られるんじゃなくて、篠山紀信さん撮るのね。そうすごいな、俺アラーキーさんと撮りたいわ。さあ、6月の一言ネタですがね、オノマトペ大賞ね、最初に擬音をお願いします。その後何の音と聞きますので面白答えをお願いいたします。宮城の区のもずくさん。プル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 。何の音。はい、もし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 。あ、ファックスか。あるあるだわ、うん、なんか落ち着くね、これ。はい、岩沼市のオラオス、オラご飯ださん。ギシギシ。おばあちゃんが入れ歯を探してる。はい、神奈川県藤沢市のヨッキュンさん。バキ。何の音。車に装着してないけど ETC レーン突破。ダメだ。ダメですね。ダメですよ。あ、今俺が疑問を取ってたんですね。はい、失礼しました。神奈川県川崎市永遠のヤギ山魂さん。ムクムク。何の音。今カニを食べてます。カニを剥くのね。剥く方で。はい、7月の一言ネタです。私だけこいつ金目的だ。まあ比較的記憶が新しいですけどね。はい、大崎市鹿島台倫理社会さん。どこにいても伝票は自分の手元に置いてある。まあこれは上司とか先輩だとね、長野がね。はい、山形県中山町サンサンアさん。割り勘苦手なんだよ。いるか、そうですよね。計算が ね、はい、青葉区のミスターわらすこさん。もう7月なのに彼女がやたら羽毛布団を勧めてくる。羽毛布団って、ね、あー感じちゃった。はい、ということでね、はい、一言ネタでございますけども、なかなか、うん、いね、ちょっとこれはこれでやってもいいですね。そうですね、企画いいの変えますか、ね、あれ一応全部変えてみました。全部です、はい。でも今紹介したのは、あの月刊一言ネタ大賞に入っていないじゃないですか。そうなんですよ。へえ、嘘、ね、びっくりですよね。嘘じゃない、これ。嘘だ、嘘だねって。大統領面白かったね。面白かったですよね。だって篠山紀信さん撮るんだよ。撮られる方がプリクラマン、ね、はい、ということでね、一言ネタ大賞でございますけど、はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではですね、ここで一曲をお送りいたしましょうね。久しぶりにね、リクエストにお答えしたいと思いますね。はい、あの岩手県紫波町のヤジエルズ伊勢路さん。毎回生で聴いてて、そうですね、今日は雑音で入りませんとかですね。
あと毎回誕生日絡みの芸人ソングとかね、はいはい、コミックソングを送っていただけるんですけど、はい、一応オンエアのね日時と全く違うんで、ああこの人誕生日おめでとうございますと一切言ったことないですけど、毎回このリクエストに対してはそういう文言が、はい、ついております。で今回ちょっとね面白いナンバーにリクエストいただきましたのでね、はい、これだよねの、まあ要はその宮城弁バージョンということで、ダチャネをかけるんですよ、はい、これはノースイーストプラスユリ、プラスマリさんっていう方がね、はい、あプラスマイさんっていう方が、はい、歌ってるんですけど、このマイさんは実はサンドイッチマンのタテちゃんの奥さん、ね、元は岩手のねアナウンサー時代の時に歌っていたということですね、はい、それではお送りしましょう。岩手県紫波町ヤジエルズ伊勢人さんからのリクエスト、ノースイーストプラスマイでダチャネ。ヤジエルズ伊勢人さんありがとうございます。ノースイーストプラスマイさんでダチャネお送りしましたね。はい、さて僕情報です。 Amazon や楽天にてマッキーかやまと検索しますとガチャガチャの本が買えます。さらにですね、夏フェスのコミケでね、はい、ガチャガチャの本っていうね同人誌が出たんです。僕とコラボレーションして、はい、こちらの方がですねインターネットで間もなく発売されると思いますんで、表紙は知ってる子だってね、はい、ゆるめるもっていうアイドルグループ、はいはいはい、あのちゃんっていう子もすっごい可愛くて、ね、僕知らないけど可愛いなこの子、その子はね一応まあ表紙に出てるね、ああ中身は私のガチャガチャの台紙、はいね、ガチャガチャの本3冊出してるんですけどまだあるからそれ載ってないやつが8割以上、なるほど、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして秋葉総研ホームページや山形月刊タウン誌ゼロ日産にてガチャガチャのコラムを掲載しております。マッキーかやま公式 YouTube にて新旧のガチャガチャの動画配信中でございます。来週25日日曜日は田尻体育館で大崎ジャンボ肉祭り in 田尻の司会でございますね。先週ゲストにね佐々木さん来てもらいました、はい、はい。そして私ワッキーと行く沖縄ガチャガチャツアー11月の9日土曜日から11日日曜日、じゃあ11日月曜日までの、2泊3日でございます。沖縄の有名スポットを回るほか、ガチャガチャ新スポットやわびすけのせり鍋と沖縄の名物のお肉のコラボ鍋など盛りだくさんの内容になっております。詳しくは沖縄ツーリストのホームページまたはワッキーかやまのホームページからね QR コードも貼ってあると思いますのでぜひ、はい、値段もかなりお安いです、はい。さあ、いきなりライブですが、いきなりライブは、はい、次回のいきなりライブは9月の5日木曜日となっております。場所は誰も知らない劇場で、夜の7時から前売り料金900円となっております。ぜひ遊びに来てください。はい、します。さあ来週8月24日放送予定のお題いきましょう。締め切りは本日日曜日中です。1つ目、ノーミュージックノーライフ、ノーを残してこれ以上になるほど的なキャッチコピーを考えてください。2つ目、ズバリどうだった今年の夏を歌ってください。一言ネタは私だけ、こうなったらグーの音も出ればどんなん。お題はアメブロ公式ブログでもチェックできます。少し早めの毎週火曜日夜にはアップします。メールはゲラアットマーク 1260.jp GR アットマーク 1260.jp にて必ず住所氏名連絡先を明記ください。またツイッターからリプください。ハッシュタグはガンバッペ魂またはガンタマで。今週は不定期企画裏 MVP ということで毎週毎週の MVP の作品を除いてその他の皆さんで対決するということで、はい、まあ言うはやすしやるはがたしという内容になってますけど、はいはい、また選ぶんでございますが、さあ後半はですね音ネタでございますね。いきましょう。4月の27日の放送からですね7月いっぱいまでということで、まずはこちらをお聞きください。なるほど、それはそっくりだ、似ているを残して替え歌にしてください。青幕小田スモッコリイエローさん。畑に並んだ白菜がエイリアンの卵に似てる覚えてる ありましたね。覚えてる、似てる互い上司エクスプロイヤーさん。
萩原と荻原すもと相模は一瞬だけ似てる書くと、ね、感じがね感じがね、宮城の区5つの青い風船さん、母方のおじさんは貧乏だけど福沢諭吉に似てるいいね、これ、ね、撮ってないの、ね、撮ってないんですよね。秋田県小笠秋の日陰さん、悲しいが父祖父曽祖父僕と頭頂部かなり似てる曽祖父まで、ね、これは確実ですねさあ5月の1週目です。まずはこちらをお聞きください。こちらにゴールデンウィークにこんなことが起きたら大変だ歌詞を乗っけてください。まあ5月の1週目のお題ですが、はい、ゴールデンウィークですね。はい、大崎市鹿島台リリシャ会さん、家焼けた会社首おみくじ引いたら大凶だ歌ってる場合じゃないねえねえねえ、歌いにくいですね山形県中山町サウサーさん、空白の10日間職場に忘れてきた残りの弁当これは私5月でうわって言った記憶がありますけど、はい、この時期はもっとひどいですね。ひどいですね。もう悪臭につながるさあ5月の第2週です。こちらの音をお聞きください。これ何の音？神奈川県川崎市永遠の山田マシーさん、ウーロン茶タイムウーロン茶タイムってどういうこと？どういうこと？白石市花友さん、スイカを間違えて銀行の ATM に行くこんな音しちゃう、ビビっちゃう涌谷町上京ボーイさん、細川たかしのセカンドアルバムとかに入っていそうな音入ってそう、入っていそうね。トメシジョニーヒップさん、50年間売れ残っていた何かわからない部品が売れたぞうわ売れたぞ俺は長男にも聞かせたいですね。これ売ってる方でも何かわからない部品ですねさあ5月の3週目です。音をお願いいたします。こんな掛け声じゃスズメ踊りを踊れない。どんな掛け声？うん、ツイッターからアクセスホッパーさん、カネズルが来た、カネズルが来たわいわいはい、名古屋市テキーラさや公認ネームテキーラショーさん、肌荒れが隠し切れないそんな朝には確かに踊れないこれ、ね、女子とかね、はい、宮城幕へっぽこさん、請求書やってきた、フルカメ明日残念が不足楽しそうですね。まあなんか踊ったら忘れそうですね、はい、さあ5月4週目です。それでは音をお願いいたします。歌詞を変えて学生恋愛あるあるを歌ってください。恋愛あるあるですね、はい。宮城の区獅子舞子さん、夏休みに何人かベビーシャンダービースです夏休みに何人か大人の階段登る難しいね、難しいよこれは、ね、はい。泉区秋風さん、ベニーランドで階段車に誘う角田市キッケンさん、彼女可愛いけど彼氏はヤンキーそうだね、ヤンキーは可愛い子連れるもんね。福島県相馬市しまちゃんさん、匂いを気にしてコロンつけすぎ学生っぽい、学生っぽいね、これ何の何の匂いみたいなさあ6月の1週目でございます。それでは音をお聞きください。子供が話した驚きの楽しかったことをお願いいたします。ちょめちょめにね、これは本当君っぺと君高くんの本当の息子さんということで、実の、ね、なかなか子役でも良さそうな感じ、ね、行きましょう。青葉区八大将軍さん、
何？あ、俺だ。言うの。え？ごめん、俺だ。はい、もう一回発信します。ここ収録してね、はい、編集してね、はい。青幕八大将軍さん。パパ。何？バンジージャンプでなかなか飛べない人の背中をポンと押してきてあげたよ。楽しそうだね。やばいな。やばい。親としてやばい。イズミク秋風さん。パパ。何？1たす1は5。楽しそうだね。これ自分の息子やだよ。5点。したいな。広島市アホトキシンさん。パパ。何？34歳の女に、私何歳に見えるとか聞かれたの、めんどくせえから57歳って答えてやったら、相当ショック受けてたよ。そうだね。これどういう風にやってましたかね。さあ、6月2週目でございます。それでは音楽をお聴きください。どうぞ。今年の梅雨はいつもと違う？今年の梅雨の特徴を歌ってください。山形市くるりんぱさん。雨に濡れたらハゲ治った。青森県むつ市青子中町さん。梅雨前線土日ふざける。そうね、週末雨だったもんな。宮城の区5つの青い風船さん。今年の雨はミノシャープ。さすが絶対絶対音感で今の清志郎さんのミノシャープということね。はい。さあ6月の3週目です。それでは音をお願いいたします。降ってくる雨はこんなことを考えていた。意味のある歌詞にしてください。七ヶ浜町金木純恋さん。自分たちはカエルに愛される。ああ、なるほどね。はい。香川県庄司郡道家さん。部屋干しグッズが売れてんな。上からっすね。はい。石巻市吉福1260kHz ゴビナさん。チッチチッチハットムーネハッハジェラシー。なるほどね。多分村あたりにこう ね、あの水滴が落ちたんでしょうね。はい、秋田県お菓子秋の日陰さん。ごめんね、切っちゃったよ、しずみさん。あれ予報だった。あれ予報だったんですね。はいはいはい。さあ、6月の4週目です。音お願いいたします。へえ、そうなの？この部分にあなたの大事にしていることを歌い上げてください。大崎市鹿島台倫理社会さん。なるようになる。あれ撮ってないよね。あれ撮ってないですね。はい。神奈川県横浜市トラネキサムさん。マウンテンデュー。懐かしのね、懐かしの炭酸飲料ですね。鳥取県米子市グレート大牟田さん。水分補給。今年だったら大事だね。大事ですね。熱中症対策、この時間もそうですよ。水分補給ね。水分補給。はい、6月の5週目です。音お願いします。待ちきれなくてこんなことをしちゃった。歌詞を変えて歌ってください。多賀城市野菜大好きさん。我慢できないソーセージつまむ。腹減って。腹減ったのね。待ちきれないからね。宮城の区5つの青い風船さん。かゆくないのに無比をつける。いいな。前田信照さんと同じ気です。すげー。さあ、7月の1週目です。音お願いします。で、これ何の音？雑ですね。雑です。チラチラって音ね。はい。宮城の区アイラブグデタマさん。ガス漏れ警報器の音。いずみく秋風さん。油の切れた自転車のチェーン。チャルチャルなんでね。はい。大里町楽天の星さん。三越仙台開店。仙台三越なんですけどね。三越仙台開店。さあ、7月の2週目です。音お願いします。
何々したら何々しようを残して替え歌お願いします。最近は米津玄師さんがね、はい、セルフカバーしてますけどもね、行きましょう。青葉区山達さん、父さんの匂いが気になったら洗濯は血とは別にしよう。大里町うなぎぬデスワンさん、あくびが出そうになったらあ、そうだみたいな顔しよう。ごまかすからね。そう、あ、そう、ね、学校で使えそうですから、ね、使えます。あ、そう、先生言ってること、あ、そう、あくびしようして。さあ、7月の3週目です。音お願いします。実はこんな気持ちで歌っていた、歌詞をつけて踊れなくしてください。はい、青葉区八大将軍さん、隣の店紹介されても困る。確かにね、ね、確かにいけないね。宮城の区関心大学さん、シューマイと餃子のディナー。ハマる。ぴったりハマってる。ハマってるけど、どっちも変わらずんだ。それディナーって言われた。シューマイと餃子のディナー。歌えなくなっちゃう、なんか。もういいやっぱね。ぴったり来てました。来てました。泉区銀メムさん、どやさどやさどやさ。師匠。師匠ですね。今クリオさんですね。はい、はい。7月の4週目でございます。音お願いします。よく聞くとこんなことを言っている。どんなこと？東京都江東区スラッシャッパーさん、あのちゃんね、超タイプなんだけど。なるほど、はい。泉区羽ばたけひたっこさん、新製品が安いケースで。そんなこと言ってるの。耳釣りが新製品が安い。あれいらないだろ。言ったよね。なんか言うんじゃない、セミとしても。なんで。はい、札幌市しけれんさん、テンション高い人苦手。だよ、覚えてんだよ。みんみんみん、よく聞くとこんなこと言ってるんですか。さあ、ということでリベンジ MVP いかがだったでしょうか。全部の中から一作品を選ぶんですよ。ね、さて皆さんは曲告知の後発表でございますので、それまでイマジネーションをね、もうやめますか。ここまで来て、はい、やめません。はい、やめます。はい、ね、ということで、こういうとこから選んでんだね、やっぱ。すごい。さあ、それではですね、もろもろ発表する前にですね、宮城の区のヘッポコさんからのリクエストですが、ヘッポコさんちょっとね、入院したみたいなね、メッセージありましたけど、元気になったんでしょうかね。はい、まあ、こんな曲のリクエストばっかりしますよね。この時間だから何となく許されたと思いますが、まあ、現在林家木久扇さんでございますがね、はいはいはい、林家木久蔵さんの時でございますね。この曲ちょっと入りましたね。お送りしましょう、イアンバカーン。林家木久蔵さん、イアンバカーンをお送りしました。これを聞きながらですね、裏 MVP を選んでまして、なかなか前に進まない状態が起きておりますが、はい、ヘッポコさんリクエストありがとうございます。それでは来週放送予定のお題参りましょう。8月24日放送予定、締め切りは本日日曜日中です。1つ目、ノーミュージックノーライフ、ノーを残してこれ以上になるほど的なキャッチコピーを考えてください。2つ目、ズバリどうだった今年の夏を歌ってください。一言ネタは、私だけこうなったらグーの音も電話どんなん。お題はアメーバ番組公式ブログでもチェックできます。住所、氏名、年齢、連絡先を書いてください。投稿メール、gera@1260.jp gera@1260.jp、 またツイッターでも参加 OK です。さあ、今週は特別企画、まあ不定期企画ですかね、 MVP を抜いての再対決、裏 MVP を決めるリベンジ企画でございますが、まあ分かりました、正直な話、はい、候補が5つ以上ありました、はい、その中から絞りました。はい、ということで裏 MVP 第2回目の裏 MVP でございますが、こちら7月の第3週目でございます。トゥナイヤ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 ディア、実はこんな気持ちで歌っていた、歌詞をつけて踊れなくしてくださいね。シューマイと餃子のディーナー。採用した宮城の区の関心タイガース、おめでとうございます。よかった、これ一番ハマりは良かったですね。これはもう即
今日日曜日カラオケに行ってですね、これを歌いたい。言いたいっすか。言いたい。歌いたいじゃなくて言いたい。言いたい。ね。はい、ということで、いかがだったでしょうかね。関心さんもしかしたら、どうなんですかね。まあ、裏 MVP はこの間はね、秋の日陰さんでございますね。ね、まあ、こうやってまた歴史が作られてきて、もっと楽しみでございますね。はい。さあ、それではですね、また新たな歴史を作っていくということでございますのでね。はい、もう来週放送予定のお題はいいですね。はい。まあ、もろもろプレゼントはですね、送りますので、住所、氏名、連絡先を必ず書いてくださいね。はい。お題は公式ブログでチェックできます。少し早めの火曜日夜にはアップしております。通常毎週火曜18時から YouTube ライブにて生放送します。ぜひ、ね、アカウントを作っていただくとコメントもできますのでよろしくお願いいたします、はい、本放送は無料アプリラジコにてもチェックできます。オンエア後 YouTube で公開しますのでこちらもご参考ください。いや、君っていかがでした、振り返って。やっぱこれやった方がいいっすね。だね、不定期ですけど、うん、はい、もうちょっと期間短くてもいいかも、ね、ああ、そうか。はい、まあ、ぜひ皆さん素敵な作品をお待ちしております、はい。てなわけで今週もお別れのお時間、お相手は塾長のワキワキワッキーワッキー貝山と佐藤君高と花でした。でまた聞いてくださいね。ずんだずんだ。はい、ということでね、いろいろありましたけども、ありがとうございました。はまるもんでございますね。面白いね。面白い。わー、すごかった。 何が MVP 取ったのか気になります。ちょこちょこ入ってんじゃねえかと思いますけど、ね、大丈夫ですね。もう大丈夫、はい、大丈夫と言いながらね、やっぱりペースとしては誤字脱字超大変だったんだよね。バレちゃった。ありがとうございます。いえ、まあ、年末年始からね、こういうお盆調整、はい、まあ、大人のね事情で若干搬入が早い時に、はい、まあ、4つお題出すのもいいんですが、はい、まあ、このようにね、皆さん1週間かけて血のにじむような努力で作品を送ってきておりますので、はい、ね、一つでも多く賞を与えたいな、はい、ね、でも今週はね、正直な話、裏 MVP5 つぐらい賞出ますね、普通ね。はい、金ちゃんの仮装大賞だったらね、もっと賞出るんですけど、ね、まあ、予算も限られておりますので、はい、ということで、まずはね、今週はもう関心タイガースさんね、はい、シュウマイと餃子のディナー、その後もタタタタタタタもなんかこうなってくるとね、はい、まあ、ぜひ関心さんお待ちしてますよ、はい、そんなわけでまたぜひ皆さんこちら YouTube もご覧いただいて、ぜひ TBC、はい、毎週土曜日深夜3時からお笑い地産地消バラエティー頑張っぺ魂やっておりますので、ぜひメールはゲラアットマーク 1260.jp、 そしてツイッターはハッシュタグガンバペダマシ、またはガンタマでよろしくお願いいたします。はい、さあそんなわけで締めましょうか。はい、じゃあいきます。皆さん今週もありがとうございました。せーの、まるまるスマイル。多分今日は半流しってことになります。ありがとうございます。俺